大谷翔平選手、2ヶ月連続の月間 MVP にまさかの非難の声。大谷はひどい強盗だ。海外の反応。フィル・ネビン監督がアイアンマン鉄人と表現したように、大谷翔平選手は5月3日以来連続出場を続けており、109試合中リーグ9位タイの107試合、しかも投手としても20登板に出場と大車輪の大活躍を見せている大谷翔平選手。今日は3打数2安打1四球と7試合連続ヒット、2試合ぶり今季32度目のマルチヒット。また直近のブレーブスとの3連戦では10打数5安打打率5割とホームランこそ出ませんでしたが、絶好調の打撃を見せている大谷翔平選手。ただエンゼルスは直近2連敗、今季56勝53敗とし、 67% の試合を消化した段階でア・リーグ西地区5チーム中4位、ワイルドカード順位は県内3位とは4ゲーム差の圏外7位につけています。ワイルドカードを争っている6位ヤンキースとは4勝2敗で勝ち越しが決定、5位マリナーズとはあと7試合残し4勝2敗としているため、7試合中3勝すれば勝ち越し、4位レッドソックスとは4勝3敗で勝ち越しが決定、3位ブルージェイズとは2勝4敗で負け越しが決定。勝率で並んだ場合は直接対決で勝ち越したチームが上位になるため、勝率でブルージェイズを上回る必要があります。またプレーオフ進出ラインと言われる90勝に到達するためには残り53試合で34勝19敗を達成する必要があります。明日からは本拠地エンゼルスタジアムでワイルドカード圏内を争うマリナーズとの4連戦、そしてナ・リーグ西地区2位のジャイアンツとの3連戦。休養日を1日挟んで敵地でア・リーグ西地区の上位チームアストロズ、レンジャーズとの6連戦と厳しい日程が続きます。プレーオフ進出厳しい状況ではありますが、ここが正念場と言えるでしょう。なおここ最近エンゼルスは立て続けにトレードでチームの中枢を担える6人の強力な選手を獲得し、このトレードによりエンゼルスの総年俸は今季の贅沢税回避の上限を超えました。エンゼルスのモレノオーナーは贅沢税は決して超えないということで知られ、マイク・トラウト選手のようなスーパースターには大金を注ぎ込む代わりに、その他の補強には出費を渋ることで知られ、地元ファンやメディアから上辺だけケチと批判されてきただけに、今回の贅沢税上限突破を厭わないトレードはモレノオーナーにとって球団の命運をかけた思い切った決断と言えるでしょう。本気でプレーオフ進出を目指す姿勢を明らかにしたことで大谷翔平選手のリミッターは解除。投打で圧巻の活躍を見せていますが、まず先日7月24日から30日の1週間で打者として6試合打率3割、ホームラン3本、4打点、投手として1登板9回被安打1無失点が評価され、自らが持つ日本人メジャーリーガー最多記録を更新する今季3回目通算7回目の週間 MVP を獲得したことが発表されました。そして今日7月打者として23試合打率2割8分2厘、本塁打9、打点14、出塁率4割4分7厘、長打率7割5厘、オプス 1.152 が評価され、自らが持つ日本人メジャーリーガー最多記録を更新する今季2回目、2ヶ月連続、通算4回目の月間 MVP 獲得が発表されたのです。ちなみに、週間 MVP は投手野手混合でリーグ1人ずつ選ばれますが、月間 MVP は投手、野手それぞれ1人ずつ選ばれる賞となっています。投手ならピッチャーオブザマンス、野手ならプレイヤーオブザマンスです。今回大谷翔平選手が受賞したのはプレイヤーオブザマンス、つまり投手の成績は加味していません。ピッチャーオブザマンスはまだ受賞したことはないので、ピッチャーオブザマンスとプレイヤーオブザマンスの同時受賞、その時を楽しみにしましょう。参考までに7月大谷翔平選手は投手として4登板2勝2敗防御率 4.97、 特に7月最終登板では被安打1の完封勝利という成績を残しています。なお月間 MVP を連続して受賞したのは2013年以降大谷翔平選手しかおらず、しかも2度2021年6月7月、エンゼルスの月間 MVP 最多はトラウト選手の5回となっています。参考までに前回月間 MVP を獲得した6月の成績と比較してみるとこのようになります。こうしてみると6月の異常さがよくわかりますね。この大谷翔平選手2ヶ月連続の月間 MVP 受賞には海外から多くの称賛の声が寄せられたのですが、一部で大谷に MVP を盗まれたと非難する人たちがいるのです。まず称賛の声を一部紹介します。翔平おめでとう、大谷エンゼルスを引っ張ってくれてありがとう、プレーオフ行こうぜ、今すぐ MVP を与えてもいいじゃないか、待つ必要はない、待ってるだけ無駄、プレイヤーズオブザセンチュリー、あのダブルヘッダーにはたまげたよ、おめでとう大谷、
歴史を作り続けてください。来年はどこに所属していてもあなたの幸運を祈ります。あの2ヶ月エンゼルスのユニフォームを着たあなたの姿を目に焼き付けます。今年は傑出した個人成績のシーズンになる。比類なき前人未到のものであり、これは彼自身にしか再現できない。大谷さん、先発投手としてはまずまずの打撃成績、それにしても9本塁打で14打点。エンゼルス、5月に今年の大谷はダメだ、投手としても打者としても中途半端だって言ってたやつ、最近ネットに現れないけどどうした。今年は満票で MVP、 問題は三冠王になるかどうかだ。大谷がこれだけの成績を残しながらエンゼルスはなかなか勝ちきれない。プレーオフで大谷を見せてくれ。ベースボールに興味がない人でも翔平大谷の試合は見た方がいいんじゃないか。間違いなく野球史上最高の選手が現れ、そしておそらく未来永劫これ以上の選手は出てこない。ではなぜ一部で大谷に MVP を盗まれたと非難する人たちがいるのかですが、それは主にアストロズファン。チャスが月間 MVP を盗まれた、こんなひどい強盗は見たことがない。チャスとタッカーが盗まれた、大谷はビーストだ。しかし彼は間違いなく月間 MVP に値しなかった。 MLB が翔平に常軌を逸したレベルで便乗しているのは知ってるけど、さすがにこれはやりすぎ。打率2割8分2厘が月間最優秀選手。チャスはホームラン以外上回っている。どういうことだよ MLB、 弱いチームでは意味がないという声がネット上では多く書き込まれているのです。なおチャスとはメジャー3年目のチャス・マコーミック選手のことで、7月成績22試合打率2割5分1厘6本塁打23打点オプス 1.128。 タッカーとはメジャー3年目のカイル・タッカー選手のことで、7月成績25試合打率3割4分8厘7本塁打21打点オプス 1.103 という成績を残しています。大谷翔平選手の7月月間 MVP 受賞には、あの投球で大谷の7月の防御率を見ろと二刀流の合わせ技受賞だと勘違いして非難している人も多い印象です。そんなアストロズとは来週12日からの敵地ヒューストンでの3連戦があるので、もしかすると大谷翔平選手は大ブーイングを浴びるかもしれません。シンプルにメジャーで重要視されるオプスのランキングが一番高い大谷翔平選手に授与されただけだと思いますが、いずれにせよ大谷翔平選手週間 MVP、 月間 MVP おめでとうございます。さてそれでは最後に今日の試合終了時点での大谷翔平選手の最新の成績をまとめて紹介しておきます。注目のホームランは109試合で39本、後半戦18戦7発で年間58発ペースとし、メジャー全体で2位に2本差、アリーグで言えば10本差をつけホームランキング独走。そして昨季のアーロン・ジャッジ選手は109試合目までで43本放っていたので4本遅れているペースになります。本気で60本台ホームラン王、そしてア・リーグホームラン記録62本を超えるかもしれません。投打全ての主要指標でチームナンバーワンと全冠。データ更新が遅いので今日試合前時点ですが、 MVP 選考で最も重視されると言われる総合的な貢献度を表す指標をではメジャー両リーグで2位に2の大差をつけて1位、ア・リーグでは2位に 3.4 の大差をつけて1位。なお打者としてだけを見ても DH ということで守備のマイナス補正が入るにもかかわらずリーグ1位、投手としてはリーグ19位、特に打者として大活躍を見せており、打率3割超&ホームラン、三塁打数、敬遠数、塁打数、長打率、オプスがメジャー両リーグ1位&出塁率、四球数がリーグ1位という圧巻の成績を残し、ホームラン王だけでなく三冠王も目指せる異次元の活躍を見せています。アリーグ MVP を取った2021年と、さまざまなメジャー新記録を成し遂げた2022年と現時点の2023シーズンの成績を比較してみるとこのようになり、今シーズン打者としてはこれらの年を凌駕する成績を残していることがわかります。 MVP、 ホームラン王、ア・リーグホームラン記録更新、三冠王、22年ぶり MLB の負の記録を断ち切る400塁打、楽しみに応援したいと思います。なお塁打は一般的にシーズン300塁打を超えるとその年を代表する強打者といえます。それを100上回るシーズン400塁打は2001年を最後に22年間達成されておらず、現在大谷翔平選手は402塁打ペースとなっています。また本塁打王と三塁打王に輝けば実に45年ぶり4人目の快挙となります。さて大谷翔平選手、打者として過去最高の前半戦を終え、打者としては例年調子が悪くなると言われていた後半戦、しかし週間 MVP と月間 MVP と大谷翔平選手の勢いは止まりません。特に
7月15日からの後半戦18試合の打撃成績は、打率3割3分3厘、本塁打7、打点10、出塁率5割1分2厘、長打率7割5分、オプス 1.262 という成績を残しています。今日はホームランこそ出ませんでしたが、マルチヒットと打撃は絶好調と言えるでしょう。ただエンゼルスは今日残念ながら敗戦し2連敗。明日からのマリナーズとの4連戦がプレーオフ進出に向けて大事になってきます。そして、明日のマリナーズとの初戦は、大谷翔平選手が登板。10勝目&40号に期待しましょう。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。